全部片付いたのか？あなたのことです。遠くから見てくれたのでしょ。さあね。上杉君、ありがとうございます。自分の夢までも自信が持てなくなってしまいました。教えてくれたのはあなたです。で、ありがとうございます。急にどうしました？気持ち悪いですよ。こちらの事情だ。すまんな。ともかく私が自信を持てたのはあなたのおかげです。上杉くん、君だって私の理想なんだよ。それだけ聞いてほしかったの。